どうなんだ、やつは。肉体的には全く問題ないが、脳波に少し異常が。仕方ねえ。今回はバーダックを置いていくことにしよう。俺はどうしちまったんだ。なんだこれは。言っておくが、お前らには呪われた未来しかないぞ。我が一族と同じように滅び去るのみなのだ。その未来の姿を見てせいぜい苦しむがいい。うわあ！バーダック、目覚めたのか。待ってろ、今カプセルを開ける。何だったんだ、さっきのは。夢にしては少し違った。いやに現実味があるような。星の爆発、青い星に向かうポット、それにあのガキは。バカバカしい。うなされていたが大丈夫なのか。てめえらと出来が違うんだよ、出来が。それよりトーマたちはどうした。フリーザ様のご命令で惑星ミートに出かけていった。何？チキショ、俺を仲間外れにしやがって。惑星ミートか、すぐ近くだな。よし。おい、バーダック！にゃあ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 ！未来の姿を見てて。せいぜい苦しむがいい。うわあ！カカロット。戦闘力たったの2か。クズが。ここで何があった。バカな野郎だぜ。おとなしくおねんねしていればいいもの。そんなことより、まさかミート星人の中に。あんな奴らはすぐに全滅させた。それじゃあ誰がおめえたちを。フリーザだ。奴が裏切りやがったんだ。そんなバカな。惑星ベジータに帰還しようとした俺たちを、あいつらは狙ってきやがった。もちろん俺たちも必死に抵抗したさ。だがセリパもバンブーキンもやられた。そしてトテッポも。なぜだ。なぜあんたたちが。
さすがにしぶといじゃねえか、サイヤ人はよ。ドドリア。だがよ、もう少し遊ばせてもらねえとな。なぜだ、なぜあんたたちがこんなことを。気になるか。そうだな、メイドの土産に教えてやるか。これはな、フリーザ様のご命令だ。な、何？フリーザ様は貴様らサイヤ人が目障りだとおっしゃってる。嘘だ。俺たちはずっとフリーザ様の命令通りに動いてきた。背いたことなど一度もない。それでも気に入られなきゃこうなるんだよ。散々こき使われた挙句がこれか。そういうことだ。フリーザの野郎は俺たちを利用しているだけだったんだ。俺はもうダメだ。だがこのままじゃサイヤ人全員フリーザの野郎にやられちまう。いいかよく聞け。すぐ惑星ベジータに戻れ。そして仲間を集めてフリーザを倒すんだ。やつにサイヤ人の強さを思い知らせて。いや、てめえら。今度は貴様の死ぬ番だ。ドドリアの部下意外とこいつら強い。ちょっと待てよ。まずはヒートアップしていこう。オーケー。ヒートアップして使うとまあまあ結構ダメージはあるな。これが4体いるんだからね、なかなか厳しい。マジか、また買いに行く。よし、うっそ、
じゃねえぞ。あ、でももうちょい、こいつが多分一番強いもんね。もう掴むな。オッケー、終わり。あいつさえやれば、あとは大したことない。うん、あいつだけだ強いのは。よし、オッケー。嘘、これ全員掴んでくるよ、もしや。終わり。待て待て待て、いい、うん、もうちょい、いけるね。あ、余裕。あと一匹掴んでくるやつね。オッケー、手を出した罪、俺らの命で防げないのがね。いいね、このまま消し去る。どうだ、若干残る。オッケー、終わり。